それでは次に出演する皆さんの準備が整ったようですので、ご紹介させていただきます。HM の皆さんです。今回はサポートメンバーも入り、5人での参加となります。J-POP 中心の曲を演奏するので、ぜひ聴いてください。それではどうぞ。歌を届けることができなかったんですけど、今回
回 ATM は3回目の出場になります。短い時間なんですけど、皆さん一緒に私たちとどうぞ楽しんでいってください。では早速2曲目をいきたいんですけど、はい、大丈夫です。いや、まだ準備は整っていないので、今日はあいにくの空模様なんですけど、こんなにたくさんの人に来ていただいて本当ありがたいと思います。本当ありがとうございます。ではただいまの曲の紹介をするのを忘れていたんで、今の曲は生き物語の麗しき人という曲です。で、次の曲はゆいのローリングスターを歌います。準備は大丈夫ですか皆さん？まだちょっと一人 OK だそうなので、では行きたいと思います。ゆいのローリングスターです。聴いてください。I'm not afraid.
が高いですね、声がなかなか声が出ない今日はそうですね、じゃあここでメンバーの紹介をしたいと思います。では皆さん紹介してもいいですか？じゃあ紹介します。
ありがとうございます。大変でしたか、はるかさん。頑張ったと思う。頑張ったね。100点満点皆さんあげてください。彼女に大きな拍手を。大丈夫、ちょっと水分補給していいかな。じゃあちょっと水分補給をしようと思います。声が続かないんで、ね、はい、いつもは ATM は私と隣の彼女、はるかさん、2人 のユニットなんですね。で、2人でよく活動してるんですけど、今回のとっておきの音楽祭では先ほど紹介したメンバー、後ろにいる3人がサポートで入ってくれています。皆さん拍手お願いします。とっておきの音楽祭の募金、皆さんしてくれましたか？この音楽祭はですね、この募金が協賛金となって運営されている活動なので、ぜひ100円でもいいので、1円でも5円でもいいので募金をしていてくれるとありがたいです。100円以上だと缶バッジがもらえるので、お願いします。あれか、なんか喋ってネタが尽きる。Thank you.
BGM が歌う機会がありましたら、ぜひ聴きに来てくれるとありがたいと思います。では本当にありがとうございました。